こんばんは始まりましたドレスキーとコレスキーハライチの岩勇樹です。アシスタントの前田なつみです。お願いします。いますはい今回のゲストは応援歌が代名詞の三人ボーカルユニットベリーグッドマンからロバーさんが来てくれます。なるほど。うん、はい岩井さんが好きな応援ソングってありますか。応援ソング？はい、応援ソング？テンション上がるなみたいな。テンション上がるな、はい。ありますか。 応援ソング私いいですか私はすごい好きなバンドさんがいるんですけどマジック・オブ・ライフさんっていうバンドさんがいてその応援歌っていう曲が好きで応援ソングか聞かねないですかスピッツ好きなんだけどスピッツさんの曲でか応援ソングって感じのやつないかもな全部でもいい曲ですよね ないね。応援ソング聴かないということだ。聴かないな。応援されなくても。いやまあ応援ソングじゃなくてもテンション上がる曲ある。ああそか確かにね。わざわざ応援ソングは聴かない。わざわざ応援ソングが聴かないって言っちゃうと今からさ。そうかそんな。ベリー・グッドマンさん黒るからさ。でなじ応援ソングを学びたいと思います。はい。そうですね。めます。始めます。音楽バラエティ。ドレスキーとドレスキー。 ゲストはベリーグッドマンからロバーさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございます まずはベリーグッドマンさんの紹介をさせていただきます、はい、2013年11月に結成、うん、ロバーさん、モカさん、ヒデックスさんからなる3人組のボーカルユニットです、うん、関西人ならではのトークと圧倒的なライブパフォーマンスで、うん、現在に至るまで多くの観客を魅了していますなるほど。はい、結成10周年となる2023年には、うん、甲子園でのワンマンライブを開催し、うん、スタジアムアーティストとして成長を遂げ活動の幅を広げています,、うんす とのことです。関西人ならではのトークってとこは言いいですよね。はい、<laughs> めっちゃ恥ずかしいですけど。それ <laughs> なんでしたよねこの説明ね、はい。よかったですあの、うん、関西人ならではのっていうのと圧倒的なライブパフォーマンスその関西圧倒的な関西人ならではのトークじゃなくてよかったです。あと <laughs> 耳のサでそう聞こえて、<laughs> ねはい、いや芸人さんの前でそれさすがに厳しいところあるなっていう。でもねすごいですね、はい、甲子園ワンマイライブを。 10周年を記念してやらせていただきました。はい、今までで一番大きいところで。そうですね。<ー>もうそうなですね。えー、10周年で甲子園のね、ワンマンライブできるのもすごいですけど、ね。いやもう本当にもう皆様に支えられてっていう感じで。うん、いや最初の頃からねあの見てくれてた多分ファンはすごく嬉しかったと思います、ねはいい。そうなんですよ。よその10年間まるまる応援してくださった方も、うん、もちろん何千人といらっしゃいましたし、そういう方が初めましての方を連れてきてくださって、ね、っていうのも。 すごいこうあったかくこう僕たちが応援されてるみたいな感じのステージでしたねやっぱこう甲子園でやるの一個の夢みたいなところあるんですかありましたね特にあの僕は野球とか苦手なタイプなんですけど相方のモカくんが小中高と野球をやってましてで宮崎県の延岡学園っていう野球留学で大阪から宮崎県に行って。 <で>しっかり言ってたタイミそうなんですよ。うん、で、甲子園がこう夢だったんですけど叶わずこう終わってしまったけどそれを音楽の世界で叶えたいっていうすごいな。すごいこう心打たれまして、えー、はい頑張ろうって言って。それはちょっと感慨深いですね。そうですね。あのモカのお父さんお母さんもこの上の席からこう見てくれてて、うんえー、やっぱついてくれてて、ね、はい。素敵 はい、今回ね初めましてということで、うん、1から伺っていいいきたいと思います、はい、どのような経緯でベリーグッドマンが結成されたんですか、うん、えこれはですねもう一人のサングラスのヒデックスっていう、うん、彼と中学の同級生で、はいえー、高校卒業後に一緒にユニットを組んだんですけど喧嘩別れしちゃって<ら>そうなんですよ。<ー>なんかこうもうも本当に 僕のせいなんですけど僕が勝手に一人でライブイベント始めて彼を呼ばずに一人でこうああよくないっすねなんで金とかも入るし一人でやった方がよくないなそれを周りの後輩たちから聞くっていう最悪のパターンっすね何勝手にやってんねんってなってで僕もちょっととんがってたんで関係ないみたいなことになってで別れちゃったんですけどそのこう結構 1一人で歌ってはいたんですけどどうしようかなって思ってたタイミングでモカというもう一人の相方に出会ってもう夜な夜な3ヶ月連続ぐらい飲んでてでそこで一緒に曲を作ろうっていうのあってまあ彼も歌ってたんで。 夜な夜な3か月連続長すぎますねえと3か月連続2日連続とかだったら分かるらね確かに夜な夜な飲む日が3か月ぐらい続いて長いですね長いですよね基本的にはカレー鍋をやってたんですけどそれだけでいけないっておすすめはブロッコリーなんですけどブロッコリーカレー鍋でブロッコリーのこのふわっとなってるやつを半分にちっちゃいふわを半分に切らないと染み込まないカレー鍋の話いいですいいですか <laughs> で、うん、まあそれやってて曲作ろうって言って、うん、もう何でもかんでももうお互いの腹の内を離した上での楽曲制作だったんですごい一曲ができたんですよ。うん、でちょっと周りのシーンのみんなもざわついたんですよ、うん、その曲いいぞこれはいいネタができたみたいな感じになるかわかんないですけど、うん、でヒデックスが「あの曲めっちゃいいな」って言ってきたんですよなるほど喧嘩別れしたのに。うんうんで 最初はなんか「誰々のパクリや」とか「うん、あれっぽいな」とか,なんか斜めから言ってきたんですけど、うん、あの曲ちょっとやばいかもしらんってなって、うん、で僕たちは路上でそれをモカと一緒にやっててな、うんはい、らお客さんも増えてきたんですけど、うん、ヒデさんがこう来て「うん、ちょっと俺もやりたいと、うん、ちょっと参加させてくれセッション」って言って「うん、このカホンっていう太鼓をやってるのを姿をいろんな先輩からこう3人でやったら。 売れるんじゃないのみたいなことを言っていただいたのがきっかけですねそのヒデックスさんがこう帰ってきたときに、はい、何を今更このいい曲ができたからってって分からなかったですか <laughs> いや本当に心の底から思いました思ったんだ、はい、どれこれナチェリさんからコメントどう出てますんでご覧くださいドレスキーとコレスキーをご覧の皆さん 岩井さん、前田さん、こんばんは <laughs> ナチェリの村上夏美と田中千恵美です。この度ナチェリはサードシングルループを7月21日にリリースします。<laughs> うん こちらはテレビアニメ「この世界は不完全すぎる」のエンディング主題歌となっております異世界観のある優しい曲調と、えー、ナチュらしいロックがね融合したとても心温まる楽曲となっております、はいはい、そしてミュージックビデオの方もですね 自然豊かな爽やかなロケーションで撮影させていただきまして、うん、こちらも異世界観があったりだとか、うん、あの面白くて可愛らしい仕掛けもたくさんあります見どころ満載なミュージックビデオとなっております。えー、今後のののチェリの予定なのですが サードライブツアー、ジャンピンの開催が決定しておりますイェーイ、はい、開催日はですね、はい、7月20日土曜日に大阪公演、うん、8月3日土曜日に愛知公演、うん、8月10日土曜日に東京公演となっております。他にもね、サードシングルループの発売を記念したリリースイベントも盛りだくさんでございますので、はいえー、ぜひぜひ遊びに来られる方は、ぜひ会いに来てください。 以上、なちゅりでした。バイバイ。どーイこ,ここでロバーさん以外のお二人の人間像についても聞いてみたいと思います。はい、事前にどんなタイプの人たちかロバーさんに教えてもらいました。はい、それがこちらです。うんお ヒデックさんボスタイプモカさんお祭りタイプなるほどねそうですねもうまさにヒデはそのヤンキーというかそのなんか真面目にやってるやつはちょっとか逆にカッコ悪いんじゃないみたいなちょっとこう気軽に行こうぜみたいなスタイルでなるほどラフな感じ中学生とか結構喧嘩とかになってましたあ二人ではい権限の中みたいな感じでそこが組むっていうのはワクワクしますけどねそうですね二人きりで チームでやってた時も、うん、あのすごい頼りになりますし、んなんか嫌なものは嫌、はい、いいものはいいみたいなんでこうぶれ、うん、ない人ですし、うん、すごいこうついていきたくなるタイプではありますね。この同級生でじゃアーティストをやろうってなった時に、はいはい、どのタイミングでサングラスかけ出すんですか。えっと <laughs> 一番初めの MV で。<laughs> うん 最後の最後まで回る前にカメラが「う <laughs> どうしよう」って「どうしよう俺これかけたら一生やし、うん、かけなかったら一生かけないしすごい目がつぶらなんですよ。うん、あそうなんですねそれがちょっとコンプレックスなのがちょっと気にしてて、うんはい、その怖みがちょっと弱くなるじゃないですか。なるほどね、じゃあサングラスっっってて言、うんまあ、もううちょっとこう カラーサングラスみたいなのしてたらよかったんですけどこういう、はい、もう真っ黒タイプの純正なやつ行ってしまったんで<ー>それはもうデビューの MV、えー、10年前です <laughs> そ,それで行くしかないんだ、はい、もうだから素顔は あんまり見,えない、ね、見せないライブの途中でちょっと外すかなす、ね、とか応援歌の時は基本的に外してるような気はしますけどああそうなんだはい<ー>なんかこだわりはあるみたいでそっかその決断は難しいですね,ね難しいですね<ー>それはさあそしてモカさんはお祭りタイプ、はい、で彼はお祭りタイプなんですけど実は親分気質なんです<ー>構 うん、ガツガツいくといか、ね。とあ、なるほどね。礼儀もちゃんとしろよ的な、とか。感じの。面倒見よかったりもするんですか。そうですね。あとは、こう、大勢の中に、こう、飛び込んで。うん、なんか、その空気を一つにしようという、星の元にも、生まれちゃってるとか、はい。ちょっとリーダーっぽい感じのところもあるんで。ですね。地方とか行って、居酒屋行っても、なんか。うん こうみんながモカのこと、うん、注目しちゃうような、うん、こう盛り上げ方を知ってるというかライブではもう必ずモカがもう中心者となってやってるような感じですへじゃあもう吸引力がなんかある、ねいいね、あるなということですねいい、うん、いやこれはいい バランスなのかもしれないですね。うん、なんかあんまり被らないね、タッチですね。かもしれないですね。そういう意味では。はい、そしてボーカルが三人ということなのですが、楽曲制作はどのように行ってるんですか。これはですね、三人ともまあソロでやってる人たちの集まりなので、もうそれぞれのカラーで楽曲が作れるので、あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、特にっていう形でヒレックスは伴奏を作る人、トラックメイキングするっていうで。 レコーディングとかも我々の声を集音してまとめる人みたいな、はい、ちょっとこうエンジニア寄りの感じクリエイターでで僕は結構サビとかをこうギターとかでのっけて提出してモカはテーマを考えることが多いですね。テーマ例えば相方っていう、うんうん 言葉を使ってコロナ禍の時のそのいろんな人との相方とか隣にいる相方とかのこのしかも愛の形っていうのとかを全部こう踏まえた曲を作りたいとかっていうのを持ってきてそれが YouTube で1,000万再生されたりとかそれなんかこうアイデアマンみたいな感じですね。 まあ曲聴いたらこの人が作ったんだろうな。みたいな感じにはわかるんですか？うん、やっぱり結構見えるかもしれないですね。えー、最近はちょっとこう方向性をガチッと3人で話し合って決めちゃうんで、はい、ちょっとこう。まんべんなくなりますけど、最初の頃とかすごくもうモカっぽさとかヒレックスっぽさは、うん？えーうん あったと思いますね。はい。政策でちょっとぶつかることとかもなんかはめちゃめちゃあるというか、そもそも絶対に混ざり合わないですよ。ええ、そうなんです。だからまあ折れ続ける作業というか、はいはいはいあの僕はこれがいいって言ったことを人三人それぞれが思ってるから、だから結構そのビジネスなんだって最初に掲げたことが大事になってくるというか、これもその。 遊戯会じゃないんだなるほどね人がファンの方が喜ぶ方向に向かおうという意味では喧嘩までにはならないですけど出口が決まってたらねそうでいいかもしれないですね。ただそコンディション悪い時とかはなんで分かってくれないんだとかんでそんなこと言われないといけないんだとかっていうのは乗っかってくるとちょっとマネーージャがきついいかもしれななるほどね誰かしらが強めに行っちゃう時もあるだろうっていう。 まあ、はっきりもかに言われたのは、うん、俺はいいと思わないって言われたことはありますね。<laughs> ね<ー>僕が作った曲で。ああ、ちゃんと言いますね、はい。それはすごい車運転しながら帰った時に、うんうん、あ俺はもうどこに向かったらいいんだろうって思ったですね。<laughs> そうか。でも、そうやってはっきり言うことも大事だと思うので。大事ですね。こ、うん、れこれ はいここで視聴者さんからのメッセージを読ませていただきます、はい、ペンネームノーシングさんからです、うん、ありがとうございます,います、ね、こんばんはアシスタントさんがほぼ毎年変わり、うん、それに従いステッカーも新しくなる、うん、埼玉のローカル番組のどこにそんな予算があるのかしかも新ステッカーは2色ありそうそれはさておき 私が今やティックトックで大バズりの時戦を知ったのはこの番組なのでどれこれは実はすごい番組です、うん、いつか岩井さんの好きなアーティストさんスピッツさんとかが出演してくれる日までは番組を続けてくださいということですんなんか、はい、全体的にうっすら何言ってるか分かんなかったな <laughs>、えーうん 確かにねアシスタントさんが毎年変わってっていうの自分で読んでんのもなんか寂しいもあるよね。私今回は変わらないかもしれない。そうだよね。うん。でステッカーも新しくなったりするんですよ。はい、こちらね。いつの間にかなんかステッカーが新しくなってるね。ね、可愛いですね。二色あるみたいですよね。うん。で、えっとそれはさておき。それはさておき。はい。そっからでいいんだよ。メールに書くのはね。はい。うん。 あのティックトックで大バズりの。はい、ときせん。たのはこの番組なので。あの、ね。ときせんっていうのは。ときめき宣伝部のことですね。ファンなら、わかりやすくった方がいいですよ。うん。それが宣伝部の役割ですからね。ときめき宣伝部っていうね。あの。あれでしょなんか、あの、いい曲があるよね。めっちゃ可愛い。うん、そうそうそう。で。どれ、これは。えすごい番組。はい。 えー、三塚岩井さんの好きなアーティストさん,んスピッツさんとかが出演してくれる日までは番組を続けてくださいというメッセージをいただきましたう,ん,う,、ね、うん、なんか俺はスピッツすごい好きなんだけどさ、はい、あのやっぱドレスキーとゴレスキーには 来てほしくないね。確かに、ちょっとなんか。ここに俺スピッツこさせんの、なんか。本当になんか、やだ。その時は、私たちでスタジオ借ります。そうそうそう、俺は借りる、自腹で。ね、そうしましょう。でっかいスタジオ借りてさ。ちゃんとした楽屋があるとか。俺だって、スピッツと相羽、相羽の楽屋やだもん。確かに。 ですもんねみませんなんて言ってなんかパイプ椅子なんですけどなんて言って俺横でちょっと着替えたりしてるんだよゲストの俺横で着替えてるんだいつもわけわかんないでしょそんなとこにスピッツは来てほしくないよ来てほしくないっていうかそんな番組にスピッツが出てほしくない出ないです出ないですよ っていうことですんでね。と <laughs> いうことで、えっ、ー、と、ノーシングさんにはこちらのステッカーをプレゼントします。うん、はい、三枚あげまーす。<laughs> どれこれ。前田告知ち,ちゃん。さあ、前田さんがクイズに正解すると、告知できますんでね。はい、はい、頑張ってください。頑張ります問題。はい。大宮駅に乗り入れしている路線の中で、私鉄が二つあるんですけども。埼玉。 新都市交通稲線。これはね、ニューシャトルのことらしいですね。うん。うん、と、もう一線は何でしょう。まず、ニューシャトル知らないでしょはい。うん。そうなってくるよね。うん、いやー。いや、これはもう、ね、<宮>難しすぎるよ。多分、知らない方出てこない。知らないです。うん。東部何何線です。東部東上線。うん。普通すぎ。うん。東部東上線。でいいですか。 かわかんないですえそうだよなはいうん。もうこれ出てこないです考えても無理ですか考えても無理ですじゃあわかんないじゃないですかもうわ <laughs> かんないと思うよこれわかんない問題が悪いこれは問題難しい <laughs> う<ん>もちろん大宮駅もすごい私中学生とか小学生の時とか遊ぶといったら大宮だったんで俺もね乗ったことないもんこれじゃわかんないなどうしよう わかんないうん、わかんないか、はい、残念はい悔しい <laughs> それから東武野田線です知らないかも知らないよね最近できたんですかうん、いや結構前から<あれ> <laughs>、うん、かなり前からあるあれ、うん、まあそのこれはね、はい、あの埼玉が悪いよそんなこと言わないでください埼玉なんで私いや埼玉が悪いもう。 あの知られてないからみんなに、うん、悲しい7戦覚えました。まあ、はい、まあ今日は口なしです。はいさよなら。